それはある日の夜のことだった。なんだか音が聞こえる。なんだろう、雨？でも外真っ暗だし何も見えない。やべ、見つかった。陰キャ高校生の俺、田中優斗が休み時間に席に座っていた時だった。優斗、ちょっと話があるんだけど。あ、なんだよ、あかり。友達に協力してあげてほしいんだよね。こんにちは、田中くん。え、友坂さん？幼馴染の柊にあかりが連れてきたのは、クラスでも一番の美少女で陽キャグループにいる友坂かなえさんだった。当然俺のようなモブキャラとは接点のない相手なんだけど。なんかさ、昨日の夜中かなえの部屋を覗き込んでる不審者がいたらしくって。それは大変だな。まあかなえの思い過ごしじゃないかとも思ったんだけど。いやいやいや、思い過ごしても夢でもないよ。バッチリ目があったもん。向こうもあ、やべって言ってたし、とのことらしく。なるほど。というか、どうしてそれを俺に話すんだよ。まさか俺のことを疑ってんのか。待ってくれ、昨日の夜はアリバイがあるんだ、信じてくれ。いや違う違う、そうじゃないってば。じゃあ俺に一体何の用だよ。カナエは不審者に困ってるわけでしょ。だからさ、ちょっとの間ポチを派遣できないかなって。ああ、なるほどな、そういうことか。ポチは俺の飼っている犬だ。普段はうちの庭の犬小屋でボケっとしているけれど、いざという時は何よりも頼りになるやつで、これまで何度も空き巣や不審者を撃退した経験がある。それこそ隣のあかりん家にも派遣した実績があって、近所じゃ田中家の守り神なんて評判なのだ。確かにその不審者が今後も来るかと思うと怖いもんな。わかった、後で連れて行くよ。本当？迷惑かけてごめんね。クラスメートが困ってるからできるだけ助けになりたいし。ありがとう、田中くんめっちゃいい人。そして放課後、早速俺は愛犬のポチと友坂さんの家にやってきた。友坂さん、こんにちは。ほら、ポチ、挨拶。かわいい。ポチちゃん、めっちゃかわいいね。かわいいっていうか、もう例えるなら、かわいすぎ。語彙力なくなるくらい溺愛してる。私ずっとペット飼いたかったんだよね。だから感動。友坂さんちって庭はあるんだよね。うん、でも犬小屋とかはないよ。大丈夫、簡易設置できるものを持ってきたから、それを置かせてもらえれば。へえ、良い。前にあかりん家に派遣した時に作ったんだ。何よりポチのためだからさ。あと餌やりとかトイレのこととか簡単にまとめたマニュアルがあるから渡しとくね。ありがとう。穴が開くまで読み込む。絶対ポチちゃんには不自由な思いさせないから。ポチはこう見えてかなり優秀だから手もかからないと思うけど、何かあったら連絡してよ。オッケー、何から何までありがとうね。それじゃあまた明日学校で。うん。そしてその夜。クックック、ちゃんと寝静まってるな。この前は目が合っちまったが、もう警戒も解けた頃だろう。侵入経路も確認し終えたし、今日こそ決行するぜ。いざ参る。うわ、なんだ番犬、こんなの今までいなかっただろう。おい、和子、頼むから静かにしておいてくれな。今度はうまいドッグフード食わしてやるから。いや、こいつ噛みやがった。なんだなんだ、友坂さんの家の庭先が騒がしいな。うわ、誰だあんた。やべ、見つかっちまった、ずらからないと。そして翌日。早速？うん、うちに窃盗に入ろうとした人をポチちゃんが撃退してくれたの。結構騒ぎになって逮捕もされたって。ひえ、まさかその日に来るなんて、間一髪だったな。ほんと助かったよ、ポチちゃん様様っていうか。それでね、そのもしもよければもう何日かポチちゃん借りてもいいかな。もしかしてまだ何か不安なことでも？不安ってわけじゃないんだけど。あ、わかった。さてはかなえ、ポチに続行になったな。うう、その通りです。ポチちゃんともうちょっと一緒にいたくて。
うちの両親もポチちゃんにメロメロでさ、昨日なんか誰が散歩に連れて行くか取り合いになったんだよ。結局私の黄金のチョキで権利を勝ち取ったんだけどね。そうなんだ。そういうことなら構わないよ。本当？ありがとう。こうしてポチは役目をしっかり果たしつつ、もうしばらく友坂さん家に厄介になることとなった。そして数日後、フードの配分はオッケーかな。はい、ポチちゃん、たーんと食べ。やっぱり可愛いな。ああ、またその犬に構ってるのかよ。ああ、お兄ちゃん、おはよう。あれ、なんか眠たそうだね。眠れねえんだよ、そいつが夜中もうるせえから。え？ここのところ毎晩吠えてるだろ。おかげで眠れねえのなんのって。そうだったんだ。なんで知らねえんだよ、お前も聞こえてただろ。寝つきがいいもんで、へへ。しかしなんとかなんねえのかよ。そりゃあいつが不審者撃退したってのは感謝してるけどよ。もしかしたらこの間みたいに撃退してくれてるのかも。そう何度も来るか、毎晩だぞ。不審者多すぎるだろう。だよね。親父たちも近所迷惑なんじゃないかって気にしてるし、もうさっさと飼い主に返してこいよ。でもつーかよ、いつまでも借りてたら相手方に迷惑だろう。墓地も慣れない環境だとストレス溜まるだろうし。分かったらさっさと頼むぜ。はーい。休みの日、友坂さんから突然連絡があってポチを返しに来た。じゃあね、ポチちゃん、今までありがとう。こうして不審者問題は完全解決したのかなって安心したんだけど、週明けの月曜日、学校に行くと事件は起きていた。え、泥棒が？うん、みんなが留守にしてるうちに忍び込まれたみたいでさ、家財という家財を根こそぎ行かれちゃった。ポチは毎日吠えてたって言ってたよね。もしかして？うん、不審者が来たのを追い返してたんだと思う。うるさくしてたんじゃない、ちゃんと毎日頑張ってくれてたんだよ、私たちの家を守るために。ポチちゃんのことをちゃんと信じてあげたらよかった。そうしたらこんなことには。かなえ、いや、友坂さん、まだ取り返せるかも。え？放課後、俺はポチを連れて友坂さん家にやってきた。え、ポチちゃんに匂いを負わせる？ああ、ポチなら残った匂いからでも十分犯人を追えるはずだ。頼んだぞ、ポチ。でもいいの？こんなに手伝ってもらっちゃって。もちろん、友達が困ってたら助けるのが当たり前だし、それにポチも協力したいって。ポチちゃんが？ポチのことすごく可愛がってくれたんだろう。すごく嬉しそうにしてたからさ。そんなことわかるの？わかるさ、飼い主だし。可愛がってもらった分しっかり恩返ししないとな。あ、何か見つけたみたいだ。あと追ってみよう。うん。走り出したポチを追っていくと、今まさに別の家に侵入しようとしている不審者を見つけた。ポチ、もしかしてあいつか？なんだこの犬。うぎゃー、何のためらいもなく噛みついてきやがった。くそ、離せこいつ。いてて、邪魔しやがって。ただじゃおかねえ、言いたい目を見せてやるよ。ポチ、電光石火だ。うわ、俺の蹴りをかわしてタックルしてきやがった。だが軽いな。やば、あいつ思ってたよりタフだよ。脳天かっちまってやるよ。ポチちゃん、危ない。田中くん。こいつ、犬をかばって。俺の愛犬には指一本触れさせない。ポチは俺が守る。これはサイレンの音。うん、私が警察に通報したの。神妙にお縄につけい。なんだと？くそ、逃げねえと。やめろ、噛まないでくれ。ナイスだ、ポチ。ポチの牽制にひるんでいるうちに警察が到着し、泥棒は逮捕された。こんなはずでは。なんとかなったか。ポチちゃん、大丈夫？怪我してない？羨ましい。
けど頑張ったもんな。よくやったポチ。あの泥棒が友坂さん家を襲ったやつかはわからないけど、ポチが匂いを追ってったんだから多分そうだよ。警察が逮捕したんだ。きっとすぐに元通りになるよ。ありがとう田中くん、私たちのために。言ったろ、友達を助けるのは当然だって。もしも恩に感じるならまたポチと遊んでやってくれよ。うん、いっぱいいっぱい遊ぼうね。犯人はグループで動いていたようで、他の連中も芋づる式に検挙されたことで盗難事件は解決した。ポチはたまに友坂さん家に派遣され、両親やお兄さん含め感謝を込めて可愛がられている。ポチ、お前がうちを守ってくれてたんだな。そうとは知らず冷たく当たって、愚かな俺をどうか許してくれ。そしてポチのおかげで俺の生活にも一つ変化が生まれた。お待たせ田中くん。ポチちゃん、こんにちは友坂さん。俺と友坂さんはよく一緒にポチの散歩に行くことになった。まあがっつりポチが間に挟まってはいるけど、最近はかなり仲良くなれた感じもしなくも、どう思うポチ？まあいいや、これからもよろしくなポチ。結果的にはポチは俺たちのキューピッドになるのだが、それを知るのはもう少し後の話だ。